ツアー。沖縄の限られた地域にのみ生息するクロイワゼミ。体長は2センチと非常に小さく、全身緑色をした極めて珍しいセミである。5月から7月の日没後、毎日午後7時15分ごろに鳴き始め、きっかり30分で鳴き止む。一斉に鳴くことでパートナーを誘い、交尾して子孫を残すための習性と考えられているが、しかしなぜ時計のように正確に時刻を測ることができるのか、その謎は全く解明されていない。ほとんどの生物には体内時計と呼ばれるメカニズムがあり、それに従って睡眠や活動を行っている。その多くは日の出の光で時刻合わせを行っているが、植物の開花には気温が関係しているし、潮の満ち引きで体内時計を調節する生き物もいる。しかし機械時計に比べれば体内時計はさほど正確なものではない。むしろある程度の曖昧さを残すことで、多様な環境に順応する能力を得てきたと捉えることができる。アブラゼミやクマゼミなどの大型のセミは日中特に時間を定めることなく鳴くが、多くのセミが競い合うように一斉に鳴くのは夜明けまたは夕方であることが多い。ここから推測すれば、セミの仲間は体内時計としては最もポピュラーな日の出日の入りのサイクルを持つとも考えられる。実際クロイワゼミも夕方にしか鳴かないのではなく、午後3時を過ぎた頃から散発的に鳴き始める。しかし一斉に鳴き始める時刻が毎日徐々に変わる日没の時刻ではなく、決まって午後7時15分頃というのはなぜなのか、その時刻を測るセンサーはどこにあるのか、解明の手がかりすらない。石灰岩帯の広葉樹林に住むクロイワゼミは生息環境が限られている上に非常に小さく見つけにくい。このため詳細な観察記録はほとんど残されておらず、開発による生息地の限定で絶滅の危険性も指摘されている。世界でも沖縄にしか生息していないこのセミは、いかなるセンサで自然を測っているのだろうか。その謎を謎のまま残さず次の世代に伝えていくことも私たちに与えられた課題であると言えるだろう。人類にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先に、いつも堀場製作所。